こんにちは、岩田書店の岩玉です。毎週火曜日更新の岩ラジオは、北海道の一枚選手をやっている岩田書店の中の人である岩玉がただ喋るラジオ番組となっております。お食事の支度中、移動の車の中、作業中のながら聞きのお供にどうぞお楽しみください。北海道オリンピック、なんか走るやつ、走る関係終わった途端に急激に寒くなって、いつもの北海道に戻るというね。現状報告しますとね、昨日35度、今日17度みたいな、そういう落差、バカなのっていう、誰このつまみ回してんのっていう温度の、もうね、北海道の温度の気温のさ、あの運営に何かちょっと言いたいんですよ。あのもうちょっと刻めと、段階をね、もうちょっと刻もうかみたいな。で、35とかももう本当意味わかんなくて、あんまりその日中そういうのね、ハッスルしてる時間帯、まあお昼11時からまあ午後2時3時ぐらいまでですかね、一番暑いのったらね、その時間あんま外で黙って立ってるとかさないんですけど、ちょっと子供たちの面倒っていうか、まあ遊ぶのを見ようと思ってね出てたんだけど、10分が限界でしたね。あ、死ぬんだなって思って本当に、はいはい、無理、やめ、遊ぶのやめようみたいな、あれはね、本当無理って思いました。太陽壊れたかなと思って、本当に、いや、びっくりしましたね。なかなかね、30度ちょいぐらいまでは北海道も行くけれども、なんか知らない暑さ来たなって思いましたもんね。からの17度ですから、しかも雨とか降ったらもう体感12、3度とかじゃないですか。これもう14度ぐらいはあると思う、あの寒さが寒いんだよ、もう今現在。とりあえず朝一で半袖着たものをもう一枚羽織ろうかみたいな感じになりましたからね。いやー、まあそういった気温に振り回されつつある。お盆をね過ぎたら北海道でもこんな感じなんですよね。もうそんな暑くないっていうか、まあたまに暑くても夜とかはひんやりっていうのが大体北海道モードなんですよね。にしても今年の暑さはやばかったですね。もう笑えるぐらい、もう意味わかんないなって思ったっていう話です。だもう本州のね人たちはまあこれ以上なんでしょ多分ね。だからさ、いや本州より暑い時あったよね。でも北海道ね、なんかなぜか最高気温と最低気温の1位を両方取るっていうさ、あの江丹別っていう北海道の旭川のすぐそばっていうか、旭川市の中にある江丹別っていう地域があるんですけど、あのそこの村もうその一番最高気温と最低気温を取るっていうね、快挙を成し得たっていう、まあそういった面白いところあるんですけどね。そんなの別にでもね、辛いだけっていうか、だってそこで酪農やったりさ、いろんなパン屋やったりさ、いろんなことしてる人たちいっぱいいるのに、相当きついでしょこれと思って、いやー、まあそんな北海道ですよね。あ、それでね、先週でした、私あのなんか呪術廻戦のさ最終回っていうか、なんかそういう話をしたら、あのなんかふわふわした情報の話をね、私はずっとしてたわけですよ。ただ森正幸さん、ジャンフェス呪術廻戦スーパーステージ芥見先生 Q&A っていうので、最終回はまだ完全に決まってないけど、板取、釘崎、伏黒、五条をこの4人のうち1人だけ死ぬか、1人以外全員死ぬかのどっちかだと思うっていうコメントをしたっていうのが、正しいところらしいです。ありがとうございます。そうね、作者的にはラストは決まってるそうですが、問題は誰が生き残るかっていうのを聞いてさ、じゃあその4人だったらやっぱ五条じゃんと思って、3人死んで1人残るのも五条だし、1人死んで3人生き残るパターンも五条、私の中ではね。だから本当は1人死ぬのは板取裕二が死ぬんだけど、そこはあのなぜかこう五条パワー的なもので成り代わって自分が死ぬっていうのがかなっていうとこまで考えて、またちょっと悲しくなって五条好きって思ったっていう話です。そんな私ですが、ずっとね、呪術ってずっと言ってる、言えてないけどね、呪術廻戦って言ってる私ですけれども、ついに東京リベンジャーズ始めました。もう始めてなかったんかいっていう感じだけど、ちょっとねなんか始め損ねてて、んであのコミックを生きがいしてまた始まった、私の生きがい癖、もうすぐ買っちゃうの一気に、だってね読みたくなるから。そしたらなんか私の中でさ、すごいチャンピオン色が強かったんだけど、やっぱ講談社は講談社だなっていう感じで、絵が綺麗ね、キャラクターが素敵、
でさ、あのまだ10巻ぐらいまでしか読んでない、半分ぐらいですよね。今23巻まで出てるので今の半分いってないぐらいなんですけど、ほーっと思って、え、何これ、私の好きな人どんどん死ぬじゃんと思ってつらどんどんじゃないよね、あのいいなって思うといなくなるっていうさ、そういうなんていうか呪いにかかってるつらい、ね、そういうやっぱ系統の人がね好きになりがちというか、いやでも面白いね、やっぱ皆さん言ってましたけど、うん、キャラがいいね、ハマるね、うん、いやまあまあまあ落ち着いてと思ってますけれどもさ、まだ読んでない漫画ね積んであるからさ、それもね生きがいしてしまったビースターズとかこれ、ね、絶対好きだろうなってずっと思ってて、それも生きがいしました、はい、うん、あの買っときゃ読むだろうと思ってそんなことばっかりしてる、うん、あのいいんです。あとね、あのようやく順番回ってきましたよ、コロナワクチン、うん、あのようやく取れました。なのでね、今週末金曜日かな、1回目受けてきます。楽しみだな、状態がどういう風になるか分かりませんけれどもね、頑張りたいと思います。2回受けないといけないからさ、だから9月の頭まで頑張ってね、逃げ延びて滑り込みたいって思ってるよ。もうめっちゃ増えてるからね、だからさ、働いてる以上やっぱ人とね触れ合うっていうか、触れ合うっていうか、まあなんていうの、客商売だしさね、誰かに会ったりもちろん絶対するわけだし、生きてるからね、まあ、ね、ワクチンあるなしじゃ相当違うし、ぜひ早く打ちたいなと思って、安心安全手洗いしてる、もうシュ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 してね頑張って生き延びようと思ってます。なんでね、ワクチン金曜日に受けるので、土曜日私がどういう状態かちょっと想像がつかないので、まあ、最悪を想定して動けないっていうことを想定しまして、砂川市のウーバーイーツである池内商店さんの海鮮丼を注文しようかなって今から思ってますいいよね、そう、もう夜ご飯、そのご飯の心配とかさしてられない状態になっちゃったらもう、ね、こう寝てしまったら困るからさ、ね、わかんないじゃん、そんな自分がどの程度のダメージをね食らうかなってさ、だからまあ一応ね自衛してそういう対策を練っておきたいなと、家までちゃんと運んできてくれるからさ本当田舎でもありがたいなと思います、そういうシステム。ちょうどお盆なんですよね、あんまお盆っていう概念がないっていうか、いやなくはないけど、お盆休みっていうものが存在しないので、基本的にもう暦通りなんでね、なので岩田書店も別にお盆進行はないので暦通りで相変わらずやっておりますので、よろしくお願いします。そろそろね、一万円選手の募集の告知をしようかなと思ってます。先週の一番最後にねちらっと言ったんですけど、一応10月の頭に今年は今年度は1週間ぐらい募集しようかなっていう風にして今動いてますのでね、前はね今までは3日間だったの、おかしいよね、一番マックスの時3日間の募集で7700とか来たんですよだからその時にさ、それ無料フォーム借りてやってたんですけど、あのいやすごいこう来ても、まあうん、そんなね文字データだしさ、そんなね、うん、あれなんだけど、そんだけ来ても耐えれるんだなって思ってすごいありがとうって思ったんですけど、で、まあ、3日間でやってて1年間365日分の3日間でずっとやってたんですけど、さすがに短いんじゃないっていうね、あれが来まして、来ましてっていうか、もう毎回言われるの、あの締め切った瞬間にあーっていう、一応ね私もその朝9時にフォームを開けて、最終日の夜6時かな、夕方6時ぐらい、まあ5時6時わかんないですけど、そのあたりに閉めるんですよ。ただ6時って言っても厳密に私6時にしてないんですよ、設定とかじゃなくて自分の手でやってるから、まあちょっと10分15分かわかんないですけど、ちょっとそこはふわっとさせてるんですよ。だって6時に気がついて入力し始めてね、あれみたいなもんですよ、6時に入場したら温泉とかね、6時半まで入れるみたいな例えおかしいそういう感じですよ。だからさ、うん、そういう風にちょっとふわっとしてた部分はあったんですけど、まあ、それすらも乗り越えて閉めた瞬間にツイッターでうわー終わってたみたいな叫びをされるっていうのが、まあ毎年のねこのデフォルメっていうか
感じだったので、今年はちょっと長めに1週間ぐらい撮ったら今度どうなるのかなって、まあ実験でありますね、うん、なので、気づいた方はこうリツイートとかそういった拡散的なね行動をしていただけると、いろんな人の目に触れるんではないかなと思ったりしております。あと一万円選手と岩玉選手は別です、ね、一万円選手は社長がやる、岩玉選手は私がやっております。まあ、系統で言うとね、社長の方が難しいです。難しいって言ったら変だな、なんか社長はやっぱ社長ですよ、プロフェッショナルだから。で私はなんだろうな、またねちょっと選手人が違うって、もちろん性格もさ、なんていうの、人間が違うから、やっぱ違います。あ、大きい違いは私漫画入りますっていうか漫画入れることがあります。社長は漫画はやりませんっていうことかな、大きい特色としては。こんな感じですかね。選書人ってなんか、でも前もこの話どっかでしたような気するな、なんかあれかな、 Facebook グループの方でしたのかな。選書人ってちょっとダサくねってなんかかっこいいさ言い方ないのみたいな、その選書する人みたいなさ、をその選書する人間を指し示す文言ですよ、いわゆる。選書人ってなんかふわっとしてないなんだろうな、なんかかっこいい言葉ないかなみたいな話をだいぶ前になんかしたような気がするんですけど、ね、こう相変わらず物覚えが悪いっていうか、記憶をどんどん失っていくタイプなので、ちょっとあんま覚えてないっていうか、なんか英語の話それでなったような気がするんだよな、なんかかっけえ言い方みたいな、なんかそういうあったんだけど、もうそれすらも忘れてるからね、もうマジでこの記憶力怖いわ。もう自分でお店で発注したね、これいいなと思って店に並べようと思って多分発注したんだろうなっていう本とかも記憶ないんですよ。あ、なんか頼んだ気がするけど、何を思って私はこれを頼んだのかっていう、届いた頃にはね。本って本屋で本を頼むと、最近ちょっと早めになりましたけど、最短でおそらく3日ぐらいで、一番遅くて2週間とか10日ぐらいとかかかるんですよ。そんぐらい振り幅あるの。問屋さん、取り次ぎ店と呼ばれる問屋さんに在庫がある場合は割と早いことが多いんですけど、ない場合はやっぱ出版社に直接注文したりとかするので10日ぐらいかかったりするんですよね。雑誌の場合は2週間ぐらいかかったりする時もあります。バックナンバー取り寄せとかね。なんで、まあ、結構大変なんですよね、いろいろ業界の不思議みたいなとかいっぱいありましてね。いやだから頼んだ本が届いても、一体これは なぜゆえ私は頼んだのかしらって思うことがあるっていう、自分をちょっと正当化させたかっただけなんですけどね。いやだからあるじゃん、よくツイッターとかでちらっと見かけてさ、あ面白そうと思って頼むとかさ、もうその理由すらも覚えてないひどいわ。もうね、こうやってなんか全部失っていくんじゃない、大丈夫記憶、もうほんと不安でならない、ね、まあでもね、生きてるだけで十分素晴らしいので最低目標が過ぎるっていうね、まあ、そんな感じで頑張って楽しく生きていきたいと思います。そうそうそう、札幌市ので作られてる就職情報誌のジョブ北さん、そちらの方でね、本を読む時のハンドクリームの取材っていうか記事を取り上げてくださるということでね、ありがとうございます。嬉しいよ、こうやってちょいちょいさ、ね、取り上げてもらって、しかも広告枠じゃないからね、ちゃんと取材っていうの、その記事で載せてくれるっていうことなんてマジでありがたいです。お金ないんで二言目にはお金ないんでっていう、そういう貧乏書店がこうやってこじらせてますけれども、頑張りたいと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。したっけねー。